はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はまたコストコに買い物に行ってきましたので、その購入品の紹介をしたいと思います。今回、ディビカの新商品が2つありまして、それと、僕が初めて買う商品も2つあって、それと、いつも買ってたんですけど、もうしばらく見かけなくなっちゃって、1年ぶりに見かけたら、 リニューアルしてた商品がありまして、それも買ってきまして、今回もほんと楽しかったです。じゃあ早速見ていきましょう。トリプルチョコデニッシュです。値段は1298円で、このように8個入ってますんで、1個あたりは162円になります。これなんですけど、これ、ちょっと前に出たベーカリーの新商品で、なんかデニッシュの新しいの出てると思って、 トリプルチョコなんてどんなチョコレートなんだと思って、これは買わねばと思って買ってきました。横のところにはこのように2箇所ぼっちがありまして、このぼっちを開けますと、こんな感じで開きまして、中には8個のチョコデニッシュが入ってる感じになります。結構大きめなデニッシュって感じがしました。こんがり開けて、デニッシュがそうになってて美味しそうですよね。 一個お皿に出してみたのがこんな感じなんですけど、いやー結構しっとりサクサクに焼けてる感じがしますよね。皆さんに説明するのに半分に切ってみたんですけど、中に2種類のチョコレートが入ってるのがわかりますね。これのレビューもまたやりますんで、またよかったら見てください。次はポークケサディーヤです。値段は量り売りの商品になりまして、 100g あたりは289円で、僕の買ってきたのは1841円でした。それで、このように5個入ってますんで、1個あたりは368円になります。これなんですけど、これ、新しく出たデリカの新商品で、以前に、このようにチキンケサディアっていう商品は、売ってて、好きで何回も買ったことあったんですけど、 今回はチキンじゃなくて、このようにポークになってるんだなと思って、食べてみたいなと思って、これは買わねばと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、トルティーヤに具がたっぷり挟んだケサディーヤが美味しそうですよね。蓋を開けるとこんな感じで、チーズとポークケサディーヤがぎっしり入ってて美味しそうですよね。それに、 これもチキンケサディア同様に、この赤いのがサルサソースといって、トマトベースの酸っぱいソースで、この緑色の方が若漏れと言いまして、アボゴトを潰してペースト状にしたソースになります。それがついてました。お皿に出してみたのがこんな感じなんですけど、それで早速、こんな感じでフライパンで焼きまして、このように食べました。 おーすごい美味しかったですこれのレビューもまた詳しくやりますんでまたよかったら見てください次はポークミートボールです値段はこれも量り売りの商品になりまして 100g あたりは194円で僕の買ってきたのは2745円でしたこれなんですけどこれ何回か買ったことあるデリカの商品で 今回も食べたいなと思って、それでまた買ってきました。蓋を開けると、こんな感じで、大きめのミートボールがトマトソースで絡めてあって、もうこんな感じでチーズがいっぱい振ってあって、もう大きいミートボール、こうやって料理したら美味しいに決まってますよね。いやー美味しそうですよね。それで早速、このように取りまして、電子レンジで温めて食べました。 大きなミートボールがトマトソースに絡んで、すごい美味しかったです。以前にこれのレビューした動画もありますんで、またよかったら見てください。次はビーフガーリックライスです。値段は、これも量り売りの商品になりまして、100g あたりは210円で、僕の買ってきたのは2896円でした。 これなんですけど、これも本当によくリピートするデリカの商品で、娘が好きなのと、もう本当に食べ応えあって美味しいんで、また買ってきました。横から見るとこんな感じで、これ、コストコの牛肉で、チョイスグレードっていうグレードの牛肉を使ってるみたいですね。蓋を開けるとこんな感じで、牛肉のサイコロステーキがゴロゴロ入ってて、 ニンニクのチップだとかネギも散らしてあって、この醤油とガーリックとバターのタレの染み込んだご飯が美味しいんですよね。いや、美味しそうですよね。それで早速このように装いまして、電子レンジで温めて食べました。それで我が家はこのように大きなお玉をこんな感じで入れときまして、このまま保存しておきまして、ここから お玉でいる分だけ作っていつも食べてます。これも以前にレビューした動画がありますんで、またよかったら見てください。次は桜鶏の胸肉です。値段は1479円で、このように 2.5kg 入ってますんで、100g あたりは59円になります。これなんですけど、これももうほんと毎回のように買う定期購入品で、 すごい美味しいのと使い勝手がいいんで、毎回のように買ってます。それで何が使い勝手がいいかって言いますと、このパッケージのこの下の方にこのようにセロテープが2箇所貼ってあるんですけど、このセロテープをこんな感じでハサミで切りますと、このように広がりまして、もうこの時点で鳥の胸肉が2枚ずつぐらい4つに小分けされてるんですね。それで、 このハサミのマークが、これも2箇所あるんですけど、これをハサミで切りますと、こんな感じで4つに分かれまして、これをこのまま冷凍庫に入れといて、いる分だけ解凍して使えるんで、すごい使い勝手がいいんで、重宝してます。次は、カナダ産三元豚バラ焼肉です。値段は、これも量り売りの商品になりまして、100g あたりは148円で、 僕の買ってきたのは2538円でした。これなんですけど、これもたまに買う商品で、前回これのしゃぶしゃぶ用っていうのを買ったんで、今回はちょっと分厚めの焼肉用っていうのを買ってみようと思って買ってきました。横から見るとこんな感じで、豚バラの結構分厚くスライスしたお肉がこんな感じでいっぱい入ってまして、僕これ選ぶ時の基準が、パッと見たときに、 赤っぽいのをなるべく探すように、脂身が少なめのやつを探して買うようにしてます。それで、この大量のバラ肉を買ってくると、このようにフードシーラーで小分けしてるんですけど、これ今回は3枚ずつぐらい入ってるんですけど、3枚でだいたい200グラムぐらいになりまして、そのように小分けして、このようにフードシーラーでパッキングしまして、これを冷凍庫に入れて保存して、 いる分だけ解凍して使ってます。次は卵20個です。値段は375円で、一般的に売られてます10個あたりに換算しますと、188円になります。これなんですけど、今回コストコ行くタイミングでまた卵がなくなりそうだったんで、買ってきました。それでこの卵なんですけど、ラベルを見ますと、このようにサイズミックスって書いてあるんですけど、 これはどういう意味かっていうと MS から LL までの卵が混ざって入ってるっていう意味になります。それで20個の卵のパッケージがちょっと変わってるんで説明します。このように20個の卵が乗るトレーに乗ってましてその上からこんな感じでビニールでラッピングしてありましてこのビニールをこのようにハサミで切りますとこのように開きまして 10 20個個ずつの卵の卵パッケーージと、ととがが乗るるトレーとビニールに分けることができます。20個のトレイはこんな感じになりますそれで皆さんこの卵のパックなんですけど便利な開け方があるんでちょっと紹介します皆さんは卵のパック買ってくるとこのように点線のついたところをピリピリって破って卵のパック開けると思うんですけど僕はこちらの方ではなくて 反対側のこのようにぴっちりくっついてる部分をこんな感じでハサミで切りましてこのように開けるんですねそうするとこのようにパカッと開きまして本来開けるはずだったこの点線の部分がちょうど待ちになりましてこんな感じで蓋が戻らずに開けることができて便利なんで僕はいつも反対側のぴっちりくっついてる部分をハサミで切って卵のパック開けてます この開け方結構便利ですんで皆さんもよかったら一度お試しください次はアズマの有機育ち納豆です値段は368円で9個入ってますんで1個あたりは41円になりますこれなんですけど僕毎朝納豆食べるんで今回もコストコ行くタイミングで納豆なくなってたんでまた買ってきました横から見るとこんな感じで 三個ずつのパックを三段に積んで、こんな感じのビニールテープでぴっちりラッピングしてありまして、このビニールテープをこのようにハサミで切りますと、こんな感じで三個ずつのパックが三つに分かれまして、それぞれのパックもこのようにビニールでラッピングしてありまして、このビニールをこんな感じで破りますと、中から一個取り出すことができまして、一個のパックは、 このように紙のカップにセロハンで上から封がしてあるようなパッケージになってまして、このセロハンをこんな感じで取りますと、中には納豆とタレと辛子が入っている感じになります。タレと辛子を出してみたのがこんな感じなんですけど、タレをよく見てみると、有機醤油しようって書いてあって、化学調味料保存料は使用しておりませんって書いてありまして、 納豆自体もオーガニックの納豆でこのようにタレとかからしにもこだわってるんだなと思いました。納豆はこのように上からセロハンがかかってるようなパッケージになってましてこのセロハンを取ると食べれる感じになります。納豆自体もオーガニックの納豆でタレとかからしにもこだわった商品でそれでいて1個あたり41円とお買い得なんで 皆さんもよかったら一度お試しください次はピーマン 800g 548でです。値段は円でした。今回は鹿児島県産のピーマンになります。これなんですけどこれいつも買うピーマンとあれなんかちょっと違うなと思ってよくよく見てみたらいつものピーマンはこれ前回買ったピーマンなんですけどこのようにちょっと小さいんですね。 それでよく調べたら、これ前のは 500g で、今回のこれは 800g 入ってるみたいで、量がちょっと 500g から 800g に増えて、値段もちょっとだけ上がったっていう感じで、参考に前回の 500g の値段は478円で、今回の 800g の値段は548円でした。ですから、 ちょっと量を増やして高くなったんだけど、なんかお買い得になったなっていう感じがしました。これなんですけど、このように色が濃くて美味しいのとお買い得なんで、今回も買ってきました。それで、僕はこのピーマンを買ってくるといつもやる料理が、こんな感じで桜鶏の胸肉とピーマンと炒めまして、これオイスターソースで和えただけなんですけど、これが美味しくて、 毎回のようにやるのと、他にもこのようにソテーの添え物にしたり、卵と炒めて食べたりしてます。次は、久世福商店の醤油ラーメンです。値段は1998円で、このように10食入ってますんで、1食あたりは200円になります。これなんですけど、これ、くぜふく店のインスタントラーメンで、この久世福商店と、 このように札幌一番がコラボしたラーメンみたいで、娘が見つけて、わ、なんか珍しいの売ってるって言って、よく見てみたら値段が1998円って、袋麺が一袋あたり200円で結構高いよなと思って、だけど、久世福商店の商品にハズレなしってことで、娘が食べたいって言うんで、それで買ってきました。横から見るとこんな感じで、 段ボールのパッケージに入ってまして、この段ボールの上の方をこんな感じで破りますと、このように開きまして、中には袋麺のラーメンが10個入ってまして、1個出しますとこんな感じで、ちょっとパッケージも豪華な感じしますよね。1個の大きさはこんな感じなんですけど、まあ普通のインスタントラーメンの大きさになります。裏はこんな感じで、作り方も書いてあったんですけど、 普通のインスタントラーメンの作り方になります。それで早速食べてみようと思いまして、このように水を用意しまして、鍋も用意しまして、鍋に水を注ぎまして、温めまして、その間に袋を開けまして、中を見ますと、まずスープと中トッピングのかつむしみたいのが入ってまして、麺はこんな感じになります。これがラーメンスープで、 これは粉の下流のスープでした。それとこれがなんかトッピングに使うカツオ本枯節になって書いてありますね。麺もなんかちょっとつぶつぶ入ってて、ちょっと豪華な感じがしますよね。それで丼も用意しまして、お湯が沸いてきましたら、この中に先ほどの麺を入れまして、よくほぐしまして、このように3分経ちましたら、こんな感じで 特製スープを中に入れまして、よくかき混ぜまして、これで完成になります。いや、もうなんか麺もちょっといい感じの麺で、それで早速食べてみたんですけど、まず麺はほんとシコシコで美味しい麺でした。それでスープの方なんですけど、すごいよく言えば上品で、なんか油入れ忘れたのかなっていうぐらい油っ気のない 和風のスープで、それで、娘と僕の共通した感想なんですけど、このラーメン上品すぎるよねっていう話が二人で口を揃えて出てきまして、すごい上品な和風のラーメンっていうか、お蕎麦って感じで、それでこの本カツオ本枯節っていうのを入れてみたんですけど、まさに上品なカツ節で、よりカツオの風味が広がる感じで、美味しかったんですけど、 すごい上品すぎて、さっぱりしすぎな感じで、僕と娘には物足りなかったっていう感じで、でも、ご年配の方だとか、食べたら、あ、美味しいって言うかもしれないなーっていう感じがしました。上品すぎる袋麺って感じなんですけど、もしそれでもよかったら、皆さんも一度お試しください。次は、ハインツのオーガニックケチャップです。値段は1898円で、 2本入ってますんで、1本あたりは949円になります。これなんですけど、これ、ハインツのオーガニックのケチャップで、このように USDA のオーガニック認証も受けてるケチャップで、ちょうどケチャップなくなってたんで買ってきました。パッケージはこのように2本のボトルをプラスチックのバーで固定してある感じで、このバーをこんな感じで取りますと、取り出すことができまして、 この開け口はスクリューキャップになってまして、ひねって開けますと、こんな感じで中には紙の封がしてありまして、この紙の封をこんな感じで取りますと、このように開きまして、それで蓋を戻しますと、このように使える感じになります。次はスターハラペーニョです。値段は1418円で、このようにちょっと小さいんですけど、2 8 3キロも入ってまして、 100g あたりに換算しますと50円になります。これなんですけど、これ僕がいつも買ってたこのスターハラペーニョっていう瓶詰めの日本入りのハラペーニョのリニューアルした商品なんですけど、この商品が毎回のように買ってたんですけど、見かけなくなって、よくよく調べたら、去年の5月の24日に買ったのが最後で、これからもう見かけてなくて、 それで、こんな感じで、リニューアルして、なんか新しくなってると思って、でかくなって、プラスチックの容器になって売ってたんで、これは変わればと思って、2本も買ってきました。以前のと大きさを比べると、こんな感じの大きさで、結構大きくなりましたよね。蓋はスクリューキャップになってまして、そのスクリューキャップを取ると、こんな感じで、また中に紙の封がしてありまして、この紙の封を こんな感じで破りますと、飽きまして、いやーまたこれでしばらく、このハラペーニョ食べれますね。それで、このハラペーニョ知らない人のために、ちょっと説明しますと、ハラペーニョっていう青唐辛子を、これ輪切りにしてあるんですね。それで、酢漬けにしてあるんですね。そういう商品で、酸っぱくて辛い商品っていう感じで、例えるとすると、タバスコみたいな味っていうんですかね。 酸っぱいいんだけど辛いみたいなそういうさっぱりした辛さのこんな感じのパラピーノの酢漬けで普通はこれサンドイッチとかに挟んで食べたりするんですけど僕はこのまんまお漬物みたいにポリ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 食べてますいやーもうこれでしばらく食べれるんでよかったです次はクアンタブレイクのシェアリングミックスです値段は1098円で全部で51個入ってまして 1>, 1個あたりは22円になります。これなんですけど、これよく買うチョコレートの商品で、今回もなんかチョコレート1個欲しいなと思って、それでまた買ってきました。それで量は 778g 入ってるみたいです。このように4種類のチョコレートが入ってまして、パッケージの上の方には切り欠きも何にもないんですけど、この辺の部分をこんな感じでハサミで切りますと、 こんな感じで開きまして、中にはまた個別包装されたチョコレートがどっさり入っている感じになります。全部出してみたのがこんな感じなんですけど、結構いっぱい入ってますよね。綺麗に並べたのがこんな感じで、一個ずつはこんな感じになります。それで味の方なんですけど、まずこのパワーブレイクってやつなんですけど、一個の大きさはこれぐらいの大きさになりまして、中から出すとこんな感じで、 割るとこんな感じになるんですけど、味は甘めのミルクチョコレートでナッツとキャラメルをコーティングしてある感じのチョコで、結構キャラメルとナッツの食感が美味しい感じです。次にこのクアンタブレイクっていうチョコなんですけど、一つの大きさはこれぐらいの大きさで、出してみるとこんな感じで、なんかどっかで見たことあるチョコレートだなっていう感じで、割ってみるとこんな感じなんですけど、 味はまさにヒットカットの味って感じでした。次にこのクアンタブレイクリッツォってやつなんですけど、大きさはまあこれもこんな感じで、出してみるとこんな感じなんですけど、割るとこんな感じで、これはピーナッツとパフが入ってるような感じで、それを甘めのミルクチョコレートでコーティングしてある感じのチョコになります。次にこのクアンタブレイクタイムってやつなんですけど、 これは一つの大きさかこれぐらいの大きさで出してみるとこんな感じで割るとこんな感じなんですけどこれはサクサクのウエハースをチョコレートでコーティングしてある感じでほんとサクサクで美味しいチョコレートでした51個も入ってて1個あたり22円とお買い得で美味しいんで皆さんもよかったら一度お試しください今回は14点で 21,917円でした。今回、デリカの新作も2つありまして、それと、もう1年ぶりにスターハラペーの買うことできまして、これでしばらく安泰っていう感じで、今回もほんと楽しかったです。また順番にレビューしていきますんで、またよかったら見てください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。 ありがとうございました。